はい、こんにちは。今回は、今のうちにやっておきます。どういうことかというと、現在、統合版のバージョンは 1.17.10 ですけども、次のアプデになるであろう、1.17.20。これが来た時に、ダメになるであろう装置、小技の中から、ショックが大きいもの、つまり、今のうちにやっておきたい。便利だったり、楽しい、ロマンあふれる技トップ3にフォーカスしていきます。また、それ以外にも、逆に修正されて嬉しいものなども、気が向き次第織り交ぜていきますので、どうぞじっくりことこと、見立ってってください。それでは見ていきましょう。今回のソースはベータ版の、1.17.20.20 から、1.17.20.23 までのものです。なのでまだ 100% 確定ではありませんが、ここに出たものはほぼほぼ正式実装されるので。覚悟はいいかってことを。右側のぼかしは何ですか？サムネの参考にしたまこなり社長です。早く隠さないと私は見たなり社長になってしまう。サバイバルで絶対にやってはいけないトップ5とかやりそう。それでは今のうちにやっとけトップ3のトップバッターは、この子。粉雪バケツを粉雪バケツ入りの大釜に入れても、上に新たな粉雪が出てこなくなったというもの。これはつまり、はい、できた。どうだ、見えたか？この技ですね。粉雪が入ってる大釜に、また粉雪を入れたら上に出てきて、上にあったブロックを上書きしてしまうバグ。これが修正されます。確認してみましょう。ネザーの天井にやってきました。岩盤に穴を開けられるか？大釜セット OK。粉雪入れて。ほら、というか、今一発目から飛び出てきたような。とにかく、ダメみたいですね。ダメ見たって字面はなんか、辛い。それはそうと、ネザーの天井、岩盤に穴開けて、大馬さんとかエリトラで滑走する、マリオよろしくの移動術とか楽しみたい方は、今のうちにやっておきましょう。ってことを。え、なに？翻訳してって？いいけど、俺の手パイセンはこんな感じっすよ。わかった、わかりました。みんな大好き、Google 先生。オッケー牧場。誰だ、大差ないって言ってる人は前に出なさい。じゃあ次行きますよ。粉雪をディスペンサーこと発射装置で回収できるようになります。これまで発射装置から発射はできても、なぜか回収ができなかったので、よかったです。やったぜ。それから、的ことターゲットなブロックが、Java 版と同じように、レッドストーン信号を通すようになります。よーし。これにより、できることは増えるのか、減るのか、悲しいのか、幸せなのかは、あなたが決めることです。ってことを。この辺はダーッと飛ばしていって。もうないですね。じゃあ次は。1.17.20.20 に行きます。ドクロのアイコンは、Java 版の試験的スナップショットにも来てる、モンスターが完全な暗闇でしか湧かないってのと同じです。統合版の 1.17.20 では、洞窟と崖機能を解放してる場合にだけ適用されます。解放してる場合は、完全な暗闇にしないと湧きませんが、日光とか月光は関係ないので、どちらにせよ、トラップタワーに影響はありません。大丈夫だー。ただ、レッドストーンの松明などは除去しましょう。今はいたのは、レッドストーンの松明の明かりが届いてないところ。設置した光源だと、明るさが1でもあると湧かないので注意です。あー、これ私の天空トラップタワーの場合、溶岩リングは移動しないといけないですね。溶岩の明かりが湧きそうに届いてる。でもって一方、洞窟と崖をまだ解放してない人は、1.18 になるまで気にしなくていいですよ。1.17.10 までと何も変わらないです。ってことを。お次はこれ。ディスペンサーこと発射装置は、水を回収したとき、気泡ごと消しますよ。というもの。なんだ君は。なんだ君はってか？これです。この技。ソウルサンドの気泡だけ残して、プカプカできるやつ、作れなくなります。これベータ移行前の泡が残ってるだけですね。設定、ビデオから気泡の表現をオフにして、泡を見やすくしてみた。それでは発射装置にからバケツをセットしてあげて。
給水。おや、ああ、すぐに水流が降りてきただけですか。上も回収してみたら。水はしっかり吸えてますね。そして泡は残ってません。儚く、もろとも消えました。歌方の舞。はぁ。面白い水流エレベーターがまた一つ減ってしまいましたね。誠に遺憾でありますが。おと。このような事故も減ることでしょう。砂などの重力ブロックが壊れにくくなりました。特定のブロック、例えば、ホッパーとか、上面がきっちりあるブロックの上に落ちても壊れません。ボタンとか松明、下付きハーフブロックなどは今まで通り壊れるので、仮に他社の砂チェック収穫機とかで、砂が落ちたら自動で回収する機構をお使いの方は、砂が残ってしまいますので、ホッパーを一段下げてから、ボタンとか設置して、対応してください。オッケー牧場。あとはライトブロックが見やすくなったり、ネザーゲートがチャンクの間にあったとき壊れなくなったり。ああ、ウーパールーパーのスポーン条件が少し変わりますね。これまでの完全な暗闇に加えて、石の上にしか湧かなくなります。花崗岩とか、磨かれたやつもいけました。統合版の場合、ID がストーンならいけるのか？あと気泡の上はダメだそう。それと、最大で石が10ブロック下までだのどうの書いてあったのですが、こんな感じで湧き層のみで湧いていて、逆に湧き層だけダイヤにして、下に石をたくさんこさえても意味なかったです。湧くのは輝くイカだけ、こいつらは相変わらず、ソウルサンドの気泡の上でも湧いてました。はい、最終章。1.17 点、20点、23行きます。まず見てこの緑のマーカー、エンド落下しバグが修正されます。いやー、よかったよかった、と言いながら、すかさずちゃんと確認。いきますわよー。24,791 のレベルと、大量のネザライトブロックを持って突っ込んでやりましょう。だいぶ。無事です。無事で何より。あと一応、現世からネザーへ行くときにダメージを受けるパターンもあって、これバグ報告してくれてた方のテストワールド。クリエでエンドポータル出して入ったら、エンド側で落下死してたんですよね。コメントでも被害報告寄せられてました。これ低いところから入るとダメージが増える。おお、無事でした。1.17.20 が来るまで、いいですか？私の動画を見て耐えるのです。ハッシュの生存戦略プラスアイテムだけ守る終活を収録。まさに、パーフェクトガイドなのです。宣伝は気が済んだか？お待たせしました。第1位の発表です。1位と言っても、ショックなのの最たるものなので、ショックなんですけど。先生お願いします。草ってひどい。ポインテッドドリップストーンから滴り落ちる水は、大釜をポーションで満たすことができなくなりました。悔しいから、見に行きますか。お、これは、ネオドリップストーンサイクロンジェットドリップストーン砲じゃねえか。完成度高えなおい。まだやるのかこのくだり。まあまあ、あと正式実装時のあと1回だけですよ。まだやるのかよ。さて、いよいよ閃光を添える時が来ました。まだベータ版です。真ん中の大釜はポーションです。ランダムチェックスピード1000倍でこのありさま、増えていません。1回ポーションで満たしてから見てみましょう。入ります。2回取りました。残機は1。ダメです。やはり増えません。お隣のお水は、リズムよく増えました。こちらの白いのは染料です。革防具を染めてみた。いくら染めても、これでもかと回復します。ポーションを狙い撃ちした嫌がらせじゃないか。だって簡単にポーション増やされたら悔しいじゃないですか。おのれカフコン。はい、というわけで、1.17.20 になったら使えなくなってしまう技トップ3と、その他もろもろのアプデ情報でした。あと他にも地下にいるモブに雷が当たるバグが修正されたり、コケブロックをピストンで押したら破壊されるようになります。回収がはかどりますね。はい、それでは今のうちにポーション増やしたり、岩盤に穴開けたり気泡エレベーターを作ったりしてみてください。そしたら今回はここまで。あらまあ。